こんにちは、健康読書です。この動画では熱中症対策についてお話しします。熱中症は、暑さによって体温調節がうまくできなくなり、体内の水分や塩分が不足することで起こる重篤な病気です。熱中症になると、めまいや吐き気、頭痛、痙攣、意識障害などの症状が現れます。最悪の場合、死に至ることもあります。そこで、熱中症を予防するためには、水分補給がとても大切です。しかし、水分補給の仕方を間違えると、かえって熱中症のリスクを高めてしまうこともあります。今回は、間違った水分補給の例を5つご紹介し、正しい水分補給の方法をお伝えします。この動画を見れば、熱中症対策に役立つ知識が身につきますよ。それでは始めましょう。喉が渇いた時にだけ飲むというのは、間違った水分補給の典型的な例です。喉が渇くということは、すでに体内の水分が不足しているというサインです。喉が渇いてから飲んでも、吸収するまでに時間がかかりますし、一気に大量に飲んでも体内に排出されてしまう量が多くなります。喉が渇く前にこまめに水分を補給することが大切です。では、どれくらいの頻度でどれくらいの量を飲めばいいのでしょうか。一般的には、1日に体重の 4% 程度の水分を摂取することが目安です。例えば 50kg の人であれば2リットルです。これを1日に6回程度に分けて飲むと良いでしょう。1回あたりに飲む量は 200ml 程度が理想です。これはコップ1杯ぐらいですね。この量ならば効率的に吸収されやすくなります。暑い日に冷たい水を飲むと気持ちが良いですよね。しかし、冷たい水を飲むことは熱中症予防には逆効果です。冷たい水を飲むと体温が下がりすぎて血管が収縮し、血行が悪くなります。すると体内の熱が放出されづらくなり、体温調節がうまくできなくなります。また、冷たい水は胃腸への負担も大きくなります。胃腸の働きが低下すると消化不良や下痢を引き起こす可能性もあります。水分補給するときは常温かぬるま湯の方が良いでしょう。コーヒーやお茶など、カフェインを含む飲み物は、水分補給には向いていません。カフェインには利尿作用があります。利尿作用とは、尿の量を増やす作用のことです。カフェインを含む飲み物を飲むと、体内の水分が尿として排出されやすくなります。すると体内の水分が不足し、脱水症状を引き起こす可能性があります。また、カフェインは血圧を上げる作用もあります。血圧が高くなると、体温も上昇しやすくなります。これも熱中症のリスクを高める要因です。水分補給するときはカフェインを含まない飲み物を選びましょう。ジュースやスポーツドリンクなど、糖分や塩分の多い飲み物は、水分補給には注意が必要です。糖分や塩分は、体内の水分とのバランスを保つために必要な成分です。しかし、過剰に摂取すると、逆に体内の水分バランスを崩してしまいます。糖分や塩分の多い飲み物を飲むと、血液中の浸透圧が上昇します。浸透圧とは、水分が移動する力のことです。浸透圧が高い方から低い方へ水分が移動します。血液中の浸透圧が高くなると、細胞から水分が奪われてしまいます。すると細胞がしぼんで機能低下を起こします。また、大量に摂取してしまうと、血糖値が急上昇し意識障害などを引き起こしてしまうこともあります。水分補給するときは糖分や塩分の少ない飲み物を選びましょう。食事中にたくさん飲むことも間違った水分補給の一つです。食事中にたくさん飲むと、胃に入る量が増えて胃が膨らみます。すると満腹感が早く訪れて食欲が減退します。また、胃液や消化酵素が薄まって消化能力が低下します。消化不良や吸収不良を引き起こす可能性もあります。
さらに胃から腸への移動時間が早くなります。腸で十分に吸収されないまま排出されてしまうこともあります。水分補給するときは食事の前後に少しずつ飲むようにしましょう。以上、間違った水分補給の例を5つご紹介しました。いかがでしたか？あなたはこれらの間違いをしていませんか？間違った水分補給は熱中症だけでなく、他の健康問題も引き起こす可能性があります。正しい水分補給で健康的な夏を過ごしましょう。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。